久保先生こんにちは。いつもお世話になっております、週刊中年ジャンプのストーンです。ということでですね、今日はですね、ちょっとご相談というかですね、アドバイスをいただきたいなと思いまして、ちょっと動画を撮ってみたんですけども、2点ありまして、まず1点目がですね、動画の YouTube のですね、動画のその、なんだ、登録者数、これがですね80人を超えたところでちょっと伸び悩んでおりまして、これはどうしようかなっていうのが1点と、あと、まあ、2点目なんですけども、2点目がですね、ちょっとセールスをしていこうというふうに思いまして、まあ、年末に向けてですね、せっかく先生の方でですね、忘年会っていうこの場を作っていただいて、おりますので、そこでですね、ちょっと、セールスのさせていただこうかなと思っております。はい。で、これはですね、株の、まあ、ちょっと、勉強会というか、まあそういう講座というかですね、そんな感じでやりたいなと思っているんですね。で、僕が今考えているのは、その初心者の方向けにですね、初級者の方をに集まっていただいて、まあ僕がなんで株を始めたかとか、その辺のちょっとお話をさせていただいて、で、まあ株の具体的な始め方とかですね、まあ、証券講座はこんなのありますよとか、まあ、この辺はモッピーとか A8 ネットとかですね、そういうのを絡めてですね、こんなお得に作れますよとかですね、まあ、当然これは塾生の方々なんで、そういうのご存知だと思うんですけども、まあ、そんなお話をさせていただいて、株始めたいなと思われている方に、まあ、集まっていただくというかですね、まあ来ていただくという感じで、まあ、メールアドレスなんかもし教えていただければですね、その後まあ基礎知識とかそういったものを動画でお送りしますよっていうことで、まあそこはまあ終わっていいのかなっていうところなんですね。で、まあここまで無料でやらせていただいて、でその後まあもうちょっと具体的にやりたいよって方がその中からいらしたらですね、まあ具体的にその練習方法とか、ちょっと具体的な感じ、ズームとかね、まあ、動画の配信もそうなんですけども、そういったものをやっていきたいなと、まあ、ここを有料にしてですね、やっていきたいなと思っているんですけども、まあ、その辺のですね、ちょっとどういうふうに組み立てていったらいいかとかですね、それが分かりませんので、そのあたりのアドバイスをいただけたらなと思っております。はい。で、最近ですね、みんなの銀行ですね、これがですね、ネットからというか動画の反響でというか、振り込まれることが少し増えてきまして、以前はですね、まあ、以前というか11月まではですね、まあ、僕の知り合いが全部だったんですね、ほとんどというか、まあ、全て知り合いというか、会った人にこう知り合いとか、あとお店の人とか、うちにこう出す金の人とか、ね、そういう人はやっていただくんです、いただけるんですけど、まあ、ネットからなかなかその知らない方か、知らないというか動画を見ていただいた方から入金があるというのはなかったもんですから、まあ、12月に入ってですね、そういう数件あったんで、3件ぐらいありましたんで、よかったなと、すごいなと思いまして、これはもう本当に続けていこうというようなふうに思いました。まあ、ちょっとこれご報告なんですけども、そんな感じですね。なので、まあ、今回この2点ですね、登録者数が伸び悩んでいるというところと、あとはそのセールスですね、この辺のアドバイスをいただけたらなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。それでは失礼します。